じゃあ。要するにスラッシュが出てきたっていうのは、要するに古典的なヘビーメタルの様式美だけでは、そのこのご時世に対応しきれないというか、若い世代のなんていうかデジタルな感性に対応しきれないから出てきたものなんじゃないんですか。こういうことでしょうね。簡単に言うと1970年代中期にハードロックというのは飽和状態に向かってて、うんうん、何も生まれなくなって、うん、ロンドンでパンク生まれましたよね、うん、そのパンクの、まあ、影響があったかどうかはさておき、うん、79年にアイアンメイデン等が英国から出てきたときに、うん、これこそ新しい音楽だということで、今まで そのハードロックとは違うんじゃないかと、新しいジェネレーションの音楽だから、うん、でまあ、ジャーナリストがその、まあ、ニューウェーブ・ブリティッシュ・メタルと名付けたわけですよね、うん、その英国のヘビーメタルの新しい波だと、うん、でそれでまた10年経ちましたよね、うん、だからその節目節目というか、その時代の中で、確かに今渋谷さんがおっしゃったみたいに、その若者のその現代に生きる若者の、ね、うん、ニーズに応えるために音楽のスタイルは徐々にやっぱり変わってきてると思うんですよ、うん、だからそれはアイアンメイデンが10年前に変えたように、そのスラッシュの連中がね、新しいものを何か、今作っているということだと思いますよ、確かに、うん、それは、うん、だから変わってるんですよこれは、うん、ただ変わっていないものはさっきも言ったように精神ですよ、うん、精神というのは具体的に説明しろってことですか、うんうん、それはやっぱり一言で言うと敬意じゃないですか。え、敬意、敬意、つまり例えば破壊するものっていうのはね、常に何か音楽作るときは 何かを破壊してそこからこう生み出そうっていうふうなことが多いじゃないですか、うん、だけどヘビーメタルの場合は、例えばこのスレイヤーにしたってジミー・ペイジが好きだとか、例えばね、うん、もちろんディープ・パープルが好きだとか、具体的に僕は聞いたことないからわからないけど、そういう自分の、影響を与えてくれた人に対する敬意ですよ。あ、敬意って尊敬っていうこと。そうです。あ、ははは、継ぐべきものを知っている人たちっていうかな、なんかだってエアロスミスだって、この間夏にマーキークラブでジミー・ペイジとのシークレットギグジョイントコンサートやったけど、うん、これなんか全部ブルース。いやだけどそんなのあれ大抵ロックバンドはみんなそうですよ、うん、だけど、うん、それの形がはっきりね、分かるのが俺はヘビーメタルだと思うけどね。年功序列、なんか先輩に対する尊敬みたいな、もうそれはありますね。なるほどね。世の中やっぱりそれないとまずいんじゃないです か。あ、そうですか。僕なんか渋谷さん尊敬してますもん。いや、とてもそういうなんか視線には思えないですけど、よくわかんないですけどね。年功序列、怖い世界ですね。体育会ですね、じゃあヘビーメタルって、ね、もうそういう、まあ、極論かもしれないけど、そういう部分あってもいいんじゃないかな。もうよくわかんないですけど、うん、年功序列僕嫌いだから。年功序列ってわけじゃなくて、うん、自分たちの例えばなんか影響を与えてくれた A っていうバンドいますよね、うん、そのアーティストに対する、だからやっぱりその気持ちですよ。なるほど。年功序列なんですよ。なるほど、うん、そう思いますけど、偉大なものは尊敬していこうというじゃないですかね。そうですね、うん、よくわからない、みんな浸透しちゃったんで次。なるほどね。説得力ありすぎましたかね、僕の話が。なんか、うん、道徳の先生にお説教聞いてるような気もしなくもなかった。 ありがとうございますで3つ目、3つ目は正当的です。制度的、これぞ王道。確かにアレンジの部分ではモダンな部分はありますけども、アカペラから入るんですけども、ちょっとへーなんていう感じでどんな曲が始まるのかなと思って、リフが出てくると普通なんです。さっきも言ったみたいに、普通、つまり正統的なハードロック、正統的なヘビーメタルって何かっていうことを考えなくちゃいけないくらい、あまりにも多くのタイプの音楽がその出てきてるわけですよ。例えばファンクと結びついたものもあるし、うん、ラップと結びついたものもあるしね、うん、だそういうのをだから全部まとめてヘビーメタルって言ってるわけだから、うん、やっぱりそのなんか正当的なものは何かっていうのを改めて確認する必要もあるんじゃないかと思って、このバンド新人ですけどね、選んでみました。じゃあカトマンドゥという、まあ新人グループなんですけども、レディーフォーザコモンマン。Sometimes I
カトマンドゥで Ready for the Common Man でありました。結構だけどあれだよね、あの最初のアカペラといい、あの最後のコーラスの盛り上げ方といい、ゴスペル風というか、あの黒人音楽アレンジが結構、まあ、工夫してるなという、だからそのこれだけ例えばね、ちょっとしたアレンジだけでも例えば親っていう感じになるじゃないですか、うん、これってのは例えばヘビーメタルハードロックにおいて、どのくらいの変化かっていうと、やっぱり少しの変化ではあるけども非常にフレッシュなものを感じさせるっていう、うん、だからこのそれだけ変わらなさすぎんじゃない、ヘビーメタルって。だからさっき守るべきものを知ってる音楽ですから、やっぱり守るべき、うん、変わらないことが偉いみたいな。これはもうここまでいくともうイデオロギーですからね当然これはすごいね、まあ、だけどこのバンドはね、あのギタリストが元エイジアとかクロックスにいたマンディ・メイヤーって人でね、それでボーカリストは、アイルランドの人で、ファストウェイっていうバンドにいたデイビッド・キングっていう人なんですけども、デイビッド・キングっていう人なんですけども、楽曲をずっと温めてアレンジばっかりしてたらしいんですよ、ずっと長い間、うん、だから全体的にこういったタイプのちょっとアレンジをひねったタイプの曲も多いんですね。なるほどね。だけどやっぱり正統的であるっていうことはね、ちょっとした変化でもこんだけフレッシュ、さっきも言ったけどフレッシュになるわけですからね、うん、まだまだその正統的な、昔で言えば正統的なハードロックっていうと、おこれはすごそうだっていうの、なんかこうレコードの帯の叩きを見て僕は買うときに正統的、あ弱いなっていうふうに思ったんですけどねこのバンドなんかもまさに正統的なバンドの一つなんじゃないかなと思いましたね。なるほどね。では最後に登場いたしますのは伊藤さんのコーナー。これは新しくできた、レーベルでハリウッドレコードっていう、まあ、レコード会社なんですね、はい、でこれは有名な、ロックンロールの弁護士の方が作ったレコード会社なんですけども、そこの第一弾、の、まあ、バンドとして、このグループが契約されたんですけども、これも一番最初にご紹介しましたザ・スロブスと同じようなタイプのボーカリストなんですよ。非常に存在感があるっていうか、一回聞いたらあこういうボーカルなんだなっていうふうになんかこう納得してしまうっていう、ワールドウォー3っていうバンドなんですけども、一応元ディオのメンバーがベースとドラムに入っているということでも、まあ、最近知られるようになってます。なんか元なんとかってやたら多いんですね。多いですね。順列組み合わせで作られてる感じですね。再編の時期です。再編の時期よくわかんない。よくわかりませんか。まあいいです、はい、まあ、とりあえず聞いてください、はい、これはT-Rexのカバーなんですけども、はい、ワールドウォー3で Children of the Revolution。You are
何ですかあの最後の、うわうわうわ怖いですね。すごい脅してますね。脅かされてますか。威嚇してますね。まあでも面白いアレンジですよね。うん、ワールドウォー3の中電のオブザレボリューションでございました。すごいですね。で、あの聞きたいんですけど、今はもうあのアメリカというのはやはりそのヘビーメタルのシェアというのはもう拡大の一途というか強固なものになっていますけれども、でそれの中心になっているのはやはりワーントとかポイズンとかいわゆるごくごく産業的なヘビーメタルというかハードロックなんですけど、こういう現状はどうなんですか。だからあのさっきも言ったように繰り返すので大変あの失礼なんですけども、雑居ビルですから。あ、なるほど、ええ、いろんな住人がいると。ただ確かにね、アンスラックスがこの間メンバー面白いこと言ってたんですけども、例えばその24時間アメリカでそのビデオクリップを流してるね、うん、そういうところでその認定するヘビーメタルと、うん、我々がヘビーメタルだと思ってる音楽の差がどんどん広がっていくような気がすると、うん、ただその24時間やってるところは一応ご迷惑にならないような、うん、バンドをやってればいいのかもしれないけども、うん、どん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 やっぱりそういう、まあ、産業ロックって言っちゃ失礼かもしれないけどね、だから彼らがヘビーメタルと呼ぶ音楽と我々ミュージシャンがヘビーメタルだと思ってる音楽の差が出てきているのが現状だというふうに言ってて、全くその通りだなと僕は思ったんですよ。だからその雑居ビルっていうか、改めて正当的なこと、それからそのなんていうかな、ビル全体がヘビーメタルなんだということを確認しないと、今年あたりはもっともっとその細分化が進んでって、ヘビーメタルがもうこうどん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 膨らんでいってね、何が何だかわからない、それが怖いから僕はこの雑居ビルっていう表現の使い方してるんですよ ね。 なるほどね。伊藤さんが登場してからなんか他の方々がなんか全然発言がなくなっちゃったんですけども、伊藤さんあともうこれでお帰りになっちゃうんで、なんか一言ずつなんかないですか、伊藤さんへの質問。私ちょっと実家帰るもんだすいません。なんかヘビーメタル的なんですけど、はい、はい、その雑居ビルに入るのってなんか許可書みたいなそれはないですね。簡単に言うとヘビーメタルを愛している人がヘビーメタルだっていうふうに認定することじゃないですか、うん、誰でも入れる、もちろん出るのももちろん簡単でしょうけどね。五郎ちゃん入れないのじゃすんな俺。そっかな。うん。なことはないんじゃないですか。あ、そうですかね。簡単ですよ。自分の10曲でヘビーメタルばっかし集めて今日かけてしまえば、今年から五郎さんヘビーメタル、あ、五郎さんはそうかということになっちゃって。分かんないですけど、ね。でもメタルってね、なんか大体こうまあ決まり事っていうか、必ずボーカルはこう男っぽくて、なんかこうガーッと歌うし。必ずリードギターがバーンって出ますよね。そういうのがないヘビーメタルだったら結構面白いんじゃないですかね。そういうのってヘビーメタルじゃないんじゃない。あ、なくなっちゃうのか。だけどやっぱり楽器の分担ってあるから、うん、ギターソロがなくて ベースソロばっかしでアルバム1枚作るってのも面白いかもしれないけど、うん、誰が買うんだろうっていう。ギターソロのないヘビーメタルって酒井先生どうですか。どうかな。それって例えばあの構成がね、例えばヘビーメタル的な構成をするとしますよね、うん、もしキーボードにインシャチブを逃げらせるとプログレッシブロックっぽくなってくるんじゃないかな。カンサスみたいな感じだね。まああれはほらバイオリンとか入ってるから、ーキーボード主体になっちゃうとやっぱキーセンマンソン登場願わないとね。やっぱり俺なんかさ思うんだけど、例えばじゃあ MC5 とかストゥージズってのはどういうところに位置してるのかなとかと思うんだよね。だけどさ簡単に言うと MC5 とか彼らブルーチアとかね出てきた頃っていうのは、あ、基本的にその彼らハードロックと呼ばれてなかったよね。まあそうだよね、うん、あんまりハードロックって呼んだ覚えがないもんね。だから例えばハードロックって当時例えば60年代後期うんぬん呼んだとすれば、うん、やっぱりそれはある意味でブリティッシュを指してた部分ってすごくあるわけよ。そうだよね。アメリカのバンドでハードロックグランドファンクが出てきたあたりから結構少しは出てきたけど、うん、だからアメリカってのはもともとその確かにマイナーなバンドでいくつかいるけど、やっぱハードロックなんていうそのイデオムっていうのかな、そういうのはやっぱりこうブリティッシュロックに対するイデオムだったって気がするんだよね俺。だから今のほら例えばさストゥージーズとか MG5 とかね、まあ、たまたまそういう名前挙げたけど、まあ、あとあれ一部分だけどアリス・クーパーなんかも俺はダブると思うけどね、割とそのカルト的なヒーローになってて、で割とニューウェーブ系の人も、まあ、さっきのソニック・ウィスじゃないけれども割とアイドルだとか言ったりする、いわゆるそっち系のバンドも多いじゃん。でもあのヘビーメタル側の人たちは一体そういうバンドをどういうふうに、でも絶対聴いてるよね、好きな人は当然好きなんだしね、うん、そういうの好きだって人もいるしね、音楽性に出てくるんじゃないかな、解釈の違いってことですか ね、 やっぱりね。あの例えばだから構成にしてもロックンロールをベースにするか、それとも古典的なね、うん、まあ、様式っていうのかどうか分かんないけど、そういうのを基盤にするかで違うんじゃないかな。例えばスキッドローなんかは、うん、例えばパンクね、うん、セックスピストルズとかそういうのも当然ジェネレーションキスと同時に聴いてたってますからね、うんうん、だから、まあ、今はだから当然そうだよね。74年代後半に割とまあ小さい子供だった人たちがいろんな音楽聴いて、まあ、それはゼッペリンも聴いたかもしれないし、セックスピストルズも聴いたかもしれない。で今のだんだん流れでさっき渋谷君が言ったみたいに、だからそういう中でそのもう今までのなんていうのかな、王道みたいなものは俺たちにとってあんまり関係ないなとか、俺たちはもっと新しいものやりたいなとかと思う。だからそれがまあ一つスラッシュなのかもしれないし、それからフェイスノーモアとかさ、ああいうヒップホップを入れたような
ああいうのもでも一応ヘビーメタルなのかな。もちろんそうだよ。そうなんだ、うん、だああいうのってだって簡単に言うとフェイスノーモアなんてあのレコード結構出してきたけど、うん、一番最初に注目したのはイギリスのヘビーメタル専門誌、うん、でイギリスのヘビーメタルファンが、うん、あの当時のフェイスノーモアのコンサートなんか行くとやっぱり背中にそのユニフォームみたいにねジージャーにこういろんなステッカーとか貼ってるじゃない、うん、みんなヘビーメタルの少年たちばっかしだったよ。うん、まあ、だからそういうところがなかなか日本ではなんかでもないなんかよく分かってないというかヘビーメタルのファンとそういうのと全然違うもんね。レッドホットチリペッパーズのコンサート行く人はあんまり他の例えばねディープアップルのコンサート行くとかってそういう人たちじゃないような、なんかそういうのってなんかだからファンもやっぱりじゃ分かれちゃってるのかな今。あれじゃないだから日本人ってそのカテゴライズするっていうか、うん、細分化してなんかこうなんていうかなあの納得するっていうのあるけど、ああ英国とかあのアメリカの人たちっていうのは、うん、あのヘビーメタルって呼んでじゃあハードロックとヘビーメタルの違いはとか、うん、そういうことはあまり考えてないんですよ、ね、だからいろんなうちのだからところを覗き見しに行くんだよねやっぱりね、うん、だからやっぱり日本人 のみなんじゃないかな。よく僕なんかもハードロックとヘビーメタルの違いはっていうのをこの10年間に何千万回っていう、 もう取材を受けたけどね、その度に一から説明しなくちゃいけないっていう。だから日本のファンはだから、まあ、あのそういう人ばっかりじゃないと思うけど、俺はやっぱりだから一番なんか息苦しいと思うのはヘビーメタルっていう部屋から鍵かけて出ないっていう人が多いような気がするわけ。だから他のものは全部ダメみたいな感じでさ、そういう人もいるじゃないですか、うん、確かに実際の話でもやっぱり、うん、やっぱ入ると、ね、あんまり問題にならないな、まあ、うん、それはそうだよね。さっきあの伊藤さんおかけになったスロープスのアンダーグラウンドなんかね、僕なんかイギーポップにすごい似てるなって、うん、僕はイギーポップ好きだからそういうの感じたし、パンクを通ってきた経路みたいなのなんとなく想像つくんだけど、まあ、昔みたいね、魔の山の話とかね、うん、恋愛の話だけじゃなくてさ、もう今や違いますよ、うん、だってセンサーシップで一応問題になってるのはヘビーメタル系じゃない、ほとんど、うんうん、一番多いよね、うん、そうですね。狙われてるのは歌詞が狙われてるのは本当にヘビーメタルだよ、うん、今アメリカではね。わかりました。じゃ あのここで伊藤さんは実家に帰るためにあの中途退席ということでヘビーメタル的な退場の仕方ですどうも皆さんご迷惑かけました伊藤でございました。退席の間あの毒消しというかいきなり世界観変わりますけれどもピーター・バラカンさんにあの番組前に電話で、彼の1990年と91年を聞いておりますので、それをちょっとみんな聞いてください。あの伊藤さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。もしもし。あ、もしもし、ピーターさんでしょうか。はい、渋谷ですが、どうも、こんばんは。今日はよろしくお願いいたしますね。はい、わかりました。何かあの本当はスタジオに来たいんだけれども伊藤清則がいるから嫌だというそういうようなお話で、渋谷さんがそんな真っ赤な嘘をいやもっともらしく言うと、いやそんな消費者の皆さんが信じるじゃない。いや、うん、あの放送では言わない約束だったんですけど、ピーターとは伊藤だけは嫌だと。ちょっと何が嫌だと。いや伊藤清則だけはどうしても嫌だ。はい、まあ、あ、酒井こうだ。深夜放送、深夜放送じゃない、深夜が嫌なんですよ。あ、そうですか。健康的な生活が何よりですからね。年ですしね。もう年ですよ。そうですね。いつだったっけ、渋谷さんにもうお前は現役じゃないって言われた時にぐさっと来ました、ね、その後いろいろ考えてね、その路線でもう行こうと、もう開き直ってさて、そうは言ってもですね、あれですから一応新しい年を迎えての1991年を占うという企画ですので、はい、なんか1991年こういうバンドが盛り上がるんじゃないだろうかというような話をしていただきたいんですけども、はいはい、とりあえず1990年は、ピーターさんにとってどういう年でした？まあ、相変わらずでは相変わらずいろいろ出会いはありましたけれども、そうですね、あの確かにね、渋谷さんに言われたそのもう現役じゃないっていうことはある程度当たってるもので、つまり、あの現在進行形の音楽を、聞くことがより少なくなってきたわけですよね。なるほどね、はい、うん、でその一番大きな理由っていうのはやはりドラムマシーンに対する恐怖症っていうのが何年か前からずっと続いてたものですけれども、はい、ね、ザ・チャイムスっていうのがありますよね、はいはいはい、あの人たちが取り上げた U2 の、あの長いタイトルの曲、いつもなんとかなんとか、ルッキングなんとかって、ね、I still haven't found what I'm looking for ね、はい、あれを聞いてね、ソウルトゥソウルの良さを、うん、初めて分かったんですね。なるほどね、うん、あのいろいろその前からもちろんね聞いてはいたし人からも言われていたけれども、ピンとくるものは今一つなかったんですよ、はい、チャイムズのあの曲でハマってしまってまたね新しいブラックミュージックについていくことが多少できたんです、はい、うん、
だからあのチャイムのどこが良かったかったら、あの女性のね、非常にソウルフルな歌が好きだったんですね。はい。でその後いろいろ聞いてるとね、やはり、若手のブラックグループのボーカルが割とソウルっぽくなってきてるんですね。またあ、それは言えますね。一時期全然そういう感じじゃなくなってた。そうですね、白人的なあのボーカルスタイルが増えてましたけれども、うん、それの揺れ戻しがありましたね。多少あるんですね。だから、はい、僕は昔からソウルが大好きだし、はい、まあ、ブラックミュージックが一番好みのもんですから、あ、これでまたちょっと良くなるかなという感じは知ってます。なるほど、うん。まあ、チャイムズもソウルトゥソウルがプロデュースしたと言ってもいいようなグループですから、あのグランドビートというのと、それから割と大体ソウルトゥソウル自身もあのグランドビート打ち込みのビートに、かなりファンキーな女性ボーカルという、そういうスタイルを持ってますよね。そうですね、うん、だからそういうのは一応体質に合うかなみたいな。うん、アメリカの人が作るビートとは全然違いますよね。そうですね、やっぱりまあ、レゲエの影響は強いって本人たちも言ってますけどね、はい、うん、その辺が大きいんじゃないのかな。なるほど。ただいわゆるグラウンドビートって言われてるリズムももうかなり使われてきてる感じもするけれどもね。そうですね、うんうん、だからまあ、ソウルトゥソウルの2枚目のアルバムは1枚目ほどは盛り上がらなかったですけれどもね。ああ、なるほどね、うんうん。で、じゃあそういうそのなんというか、打ち込みビートにソウルフルなボーカルという新しい動きを背景に、うん、1991年こういうアーティストがいいなというのはありますか？こういう人がいいっていうのはよくわからないけども、この前聞いたキッパー・ジョーンズという人のアルバムは非常に良かったんですね、はいはいはい。まあ、あれはアメリカの方なんだけども、そうですね、あれはまあ、ヒップホップの方法論を少し借りている程度で、あとはもう基本的に古いファンクなんだけどね、はあはあ、うん、彼が大活躍してくれれば面白いなというね感じは多少ありました。なるほど、うん、いわゆるなんだ MC ハマーとかそのアメリカのブラックミュージックのメインストリームのものがありますよね、ジャネット・ジャクソンでも何でもいいですけれども、うん、そういうものっていうのはどうなんですか？あ、売れるのはよくわかりますけど、はい、あんまり自分の関心度がないもんだから、まあ適当にやってちょうだいなっていう感じがあります。じゃあそのヒップホップ系でラジカルなところをやっているパブリックエナミーとか、ああいったあたりはどうなんですか？そうですね、Do the Right Thing のサウンドトラックの中でブランフォール・マーサレスがバリバリ吹いてた、はいはいはい、あの曲が Fight the Power は非常に良かったんです。なるほど、ね、でもただのパブリックエネミー聞いてると、うん、まあやっぱ過激ですよね。そうですね、それで白人嫌ってるし、はい、自分が白人であることを、うん、考えるとっていうか、もう考えなくても分かってる方けれども要するにそういう立場だからね、彼らの曲を聞くと責められてるような感じがして、あ、なるほど、ね、気持ちは良くないんですね。あ、なるほどね、うん、そうなると割とラジカルなラップ系のアーティストっていうのはみんなそういうメッセージ性を持ってますからね。まあ、メッセージ性はいいと思うけれどもね、ええ、うん、と特にはパブリックエナミーの場合は憎悪があまりにもはっきりと出すぎている、うん、という感じはします。なるほどね、うんうん、イギリス のマンチェスターから起きた大きなムーブメント、あの辺はピーターさんはどうなんですか？ムーブメントっていうのは大体どれもこれもみんなメディアが祭り立てて、ええ、ま、ブーム仕立てにしちゃうでしょ、ええ、だからマンチェスターは昔から面白いミュージシャンがたくさんいるんだけども、はい、今は以前より活発になったとも思わないし、うん、ハッピーマンデーズというグループもそんなに僕は優れたものだと思ってないけれど、何なんでしょうね、どうして今マンチェスターなの？いや、たまたまじゃないですか。だって具体的にその、まあ、808、808でもそうですし、それからストーンローゼズ、ハッピーマンデーズから何、シャーラタンズ、あとインスパイアカーペッツ、うん、その数としてはやはり注目に値する数が出てきていますよね。だからこれだけのなんかいわゆる10代から20代全般の新人グループがたくさん出てきている状況っていうのは、そのマンチェスターが元気であると言ってもいいんじゃないかな。でもまあ、ファクトリーレーベルができた頃からマンチェスター出身のグループはたくさんあるし、もうニューオーダーの時代からマンチェスターがマンチェスターだったみたいな、うん、なるほどね、うん、
まあ、もともとルーツはああいうところにあるんでしょうからね。で、そこで蓄積されたノウハウというのが若いロックバンドに影響を与えて、で、たまたま結果、レコードデビューという結果がここに集中したと。で、一つストーンローゼズという象徴的なものが出ると、産業的にもね、うん、ここは美味しいなというところで、デビューがたくさん重なったということもあるかもしれませんけどね。まあそうですね。うん、あ、多分ね、あの、自分にとって、本当に衝撃的なグループが一つでもあれば、うん、その動きも面白くなってくるんでしょうけれども、ええ、今の僕はああいう感じのいわゆるロックの、まあ、主にリズム的なことなんでしょうけれども、ええ、あんまり面白くないんですね自分が、うん、というかあの、まあ、ピーターさんと私は同世代なんですけれども、うん、きっとビートルズが出てきた時もおっさんたちはそう思ったのかもしれませんが、あまりにも聞いたことのある方法論が多すぎるというところはありますよね。僕もそういう感想を持ちます、うん、だからその新鮮さ、例えばグランドビートが出てくるとか、あるいはヒップホップが出てくるという方法論的な斬新さっていうのはブラックミュージックにありましたけれども、例えばそのマンチェスターから出てきている一連のバンドに、僕たちがこれまで体験しない新しい音の方法論が見出せるかっていうと、それは確かに首をかしげたくはなりますよね。さすがですね。というか、というかそうですよね。ただ、まさにそうです。ただ僕なんかは、それでもだけど、きっとビートルズの時もこういうおっさんがいたんだろうなと思いつつ、いいバンドであればいいバンドだと言いたいなというところもあるんですよね。まあ、きっとそうだと思いますよ。あの、僕なんかが、12、3ぐらいでストーンズ初めて聞いて、うん、あ、これはいいな、と騒ぎまくってる時に、きっと自分より10歳上の人は、例えばブルーブラックミュージックを少し聞いてれば、うん、何言ってんだということになったんでしょうけど、そうです、下手なブラックミュージックって感じですもんね。うん、だからね、あの、自分にとって面白くないからといって、あの、人を責めるつもりはないや、人の趣味を否定するつもりもないんですけど、そうですね。でもやっぱり自分が面白くない。あの、どうですかね、例えばマービン・ゲイの再評価とか、あるいは、ロバート・ジョンソンのこうなんか一連の再評価とか、そういう、あのピーター・バラカン得意のジャンルのなんか動きも去年はありましたけど、マーヴィン・ゲイの再評価っていうのは聞いてないです。あ、そうですか。今ね、向こうですごいんですよ。で、あの、未発表テープが見つかったということで、マーヴィン・ゲイブームというのがまた起きているんですよね。あ、本当、まあそれは、うん、ごもっともっとロバート・ジョンソンのも本当にね、これは嬉しかったですね。あの、日本でもアルバムチャートに入ったし。入りましたもんね。あれ僕はびっくりしましたよ。ね、僕もあの、ちょうどね、日本に来た頃、スリーピー・ジョン・エスティーズのアルバムが日本のチャートに入ってたのに、もう本当に仰天したもんですから、それ以来の出来事だったみたいですね。16年ぶりの。なるほどね。うん、これはあの、アメリカでもイギリスでも起きている再評価ブームみたいですけどね。再評価っていうか、まあ、多分あのキングオブザデルタブルーズシンガーズの LP が CD になってなかったんですよね、はい、それで CD 時代の人たちは要するに聞いてないと思うんですよ。なるほどね。再評価も何も、うん、初めてそういう人たちが意識したもんですから。なるほどね。うん、やっぱりあの吹っ飛ぶのは当たり前のことだと思う。わかりました。うん、じゃ あのまた1991年もピーター・バラカンさんとしては基本的に変わらずに自らの感性を信じて。そうですね。それから古い音楽もたくさん聞きながら、一応新しいものにもアンテナを張りまく巡らせるというね。一応ですか。なるほど、わかりました。ちなみにね、はい、一つだけ具体的に挙げさせてもらうと、はいはい、ジンバブエのトマス・マプフーモという人のコラプションというレコードが出ましたが、はい、これが僕の年間ベストワンでした。なるほど、うん、まあ、こういうワールドミュージック的なね、アーティストっていうのもあの1990年はそれなりにこう評価されてきましたけれども、できればこういう感じでなんていうのかな、そのなんか珍しいからとかっていうんじゃなくて、むしろその音楽単体で見て圧倒的に優れているというね、そういうアーティストをもっともっと注目するワールドミュージックブームであって、僕なんかもらいたいなという感じがしますよね。うん、だんだんそういう風に変わってくると思いますけど ね、だから物珍しさで語ってる間はすごく僕は危険だという気がしますよね。うんうん、もちろんね、わかりました。はい、じゃあ、あの、今日は、はい、スタジオに来ていただけなくて非常に残念でしたけれども、
清徳さんにもよろしくお伝えください。よーよく言っときますよ、お前さえ来なければピーターが来たのにって言っときますからこれだもんね、どうもありがとうございました。はいはい、はい、それでは失礼します。またはい、はい、失礼します。というピーターバラガーさんでございました。皆さんこいついつも電話だね。あの夜はダメなの？ダメなんです。朝6時に起きてピーター電話で嘘言っちゃダメだよ。なんでピーターだってブラックミュージックファンだって言ってたでしょ、うん、昔ボストンのファンだったとんでもないんだもんまあそれはいいですけど。あ、そうですか、はい、というピーターバラガーさんの90年と91年でありましたけれども、伊藤清則さんがヘビーメタル的にあのなんか中座してしまいましたのでそれを引き継いでですね、今度は酒井光さんがですね、はい、新たな領域を語っていただこうと思うんですけれども、はいはい、私のコーナー毎年本当に好評でして。そうですね、はいはい、私はあの冒頭にも申し上げました通り、私の持ち時間を4つに区切ってみました完全に世界を作ってますね。以上起承転結ですね。四、ね、つの世界、四楽章、クラシックと同じですが。三つぐらいの話か。だから余計なことは皆さん突っ込まないようにしてください、ね。やめろ。やめろ。やめろ。いっぱい曲をかけてあげたいのでっていうか、はい、聞かせてあげたいので。はい、最初はですね、今年振り返って、今年じゃない1990年度を振り返ってみますと、はい、非常にそのヘビーメタルの曲がですね、サウンドトラックに使用された例が多々ありまして、 そうですね、それもまあこれが一つのブームなのかどうか分かりませんが、まあ、これが映画会社の方のアイデアなのか、それとも監督さんもしくは出演者のアイデアなのか分かりませんけど、そういうケースが多々あったと。で最初にそのサントラに使用された曲を2曲紹介したいと思います、はい、最初の1曲はこれメル・ギブソンが主演したエアアメリカという映画があるんですよ。まあ、これはね60年代70年代のヒット曲を中心に、中にはオリジナルもそのまま使っている場合もあります。でね、ただあのサントラといっても映画のために書き下ろした例はあんまりないんですよね。あの未発表曲を、まあ、そこに使わしたとかそういう例が多かったんですけど、まあ、それも一つの特徴だったと思いますけども、最初は、なんとドアーズの往年のビッグヒット曲を、はい、エアロスミスがカバーしているということで、まずそれを最初に聞いてもらいます。エアロスミスで Love Me Two Times。 Love me two times.
エアロスミスで Love Me Two Times でありました。やっぱりいいですね。これはやっぱり伊藤先生の言ってた敬意ってやつですかね。もうあるでしょうね。だから曲がいいからっていう問題じゃなくてハマってますよね。ああそうですね、見事にエアロスミス流になってますよね、うん、もちろん、まあ、あまりにも原曲に忠実すぎるっていう問題もあるかもしれないけど、それはされた時やっぱり、うん、いいなっていうアレンジがね、うん、まあアレンジもしてないんだろうけど、変、うんうん、にいじくんなくてよかった。かえってね、自分たちで楽しみたくてやったっていうのがあるんですね、うん、っていうか、うん、スティーブン・タイラーのボーカルだけが完全にオリジナルだよね、うんうんうん、あの今ね大貫さんがね自分たちで楽しみたいって言ったけど、いろんなミュージシャンにそのカバーをやった時にね、そのカバーやるじゃない、それはファンのためにやるんですか、それとも自分たちが楽しみたいからっていう質問するんですよ。もうほとんど 99% 自分たちが楽しみたいからっていう。だってもともと僕たちのやってる音楽は自分たちが楽しみたくてやってんだよっていうのは。そういえばイギリスにミッションが変装してやるスレイドのカバーバンドがありますよね。そんなのあったっけ。そういうなんとかっていうわけのわかんないバンドがあるんですよ、うん、まんまの格好をするというね。あれは完全に客など無視して自分たちの宴会を人に聞かせるそういうノリですけどね、まあ、そこまで行くとあれかもしれないけど、でもやっぱりミシャンっていうかね、やっぱあると思うよ、そういう自分で楽しみたい純粋にって、うん、ストラングラスね、ちょっとやった、パープルヘルメッツ、うん、そうそうそう。で次はですね、はい、サントラの2曲目なんですけども、私こうやって自分で選びながら選曲中間違ったかなとそう思ったんですけど、いや実はですね、ええ、サントラ、あとネイビーシールズっていうサントラにはミスタービッグだとかやっぱりボンジョビとかね、それからなんだろう、まあシャドウズは関係ないけども、そういうヘビーメタル系のアーティストの曲が使われてるし、それからフォード・フェアレーンの冒険っていうのにはビリー・アイドルとか、それからモトリー・クルークイーンズ・ライクなんていうのも入ってて、やっぱりサントラブームだなと、はい、でそっちの方かけりゃよかったな曲で、曲としては次の曲は曲としてはつまんないんですよね、はっきり言って。ただあんまり高さんが自分で楽しみたいからいやこれ私楽しみませんでしたはっきり言って、なんでかけるのかよく分からないじゃないですかいやなぜかというとあんまりまあ、こいつなんですけどオンエアされる率が少ない曲なんで教えてあげようという私の親切心、はい、これはドイツ映画ファイアアイスアンドダイナマイトという、まあ、B 級アクション映画で主演がロジャームーアなんですけど、その映画のサウンドトラックになんとディーパープルのニューアルバムには入ってない未発表曲ですね、当然これが使用されています。それをご紹介したいと思います。ディーパープルでファイアアイスアンドダイナマイト。